はい。皆さん、こんにちは。つつみです。それでは本日の動画では、90%以上の代行者はアウト、こんな L ステップ構築代行者は NG ということで、こちらをお届けしていきたいと思います。この動画の視聴者の中には、実際にこれから L ステップを構築依頼をしようかなとか、聞くんですね、これから L ステップの構築を いいいいろんなな会社にに向けてててやっっきたいなという,ふうに思っている方もまあいなな方がいらっしゃるかなと思うんですねでもちろんどちらの方にも今回の話はすごくいいかなと思っていてこれから構築代行を頼もうと思っている方はこんな代行者は NG だよっていうのをあらかじめ分かっておくとまああのリスク回避になりますし実際にこれから L ステップ構築代行者としてまあ頑張っていこうと思われている方はこんなふうにならなければいいよねっていうところに がまあらかじめわかりますのでまどちらにとっても有益な動画になればということで今回撮っておりますま衝撃の事実最初なんですけれども基本的に L ステップ代行者はかなり欠陥ありとこれはちょっとまあ強めに今お話ししてますけれども全然大げさなことではなくて実は90%以上の方っていうのは単なる構築者であるため結果がなかなか出ないよねっていうところになりますまあ、例えばステップ配信の設計構築が こういうふうに組み立てができるっていう方は多いんですけれども、じゃあ実際にこの商品を売るために、どんなシナリオにしないといけないかとか、動画を使った方がいいのか、じゃあテキストを使った方がいいのかとか、そのマーケティングのところまで考えられる方っていうのが相当数少ないわけですよね。なのでまあ、普通の方っていうのは単なる構築者、だけども結果が出せる方はもう10%以下ということで、これが実際ね、こういう理由であったりします。 まあ単なる会社の普通のなんか会社のホームページとかそういう風な感じで会社の LINE を作るのとは訳が違ってちゃんと成果の出るものを作らないといけないのでそこを実際にやれる人っていうのがかなり少ないよっていう事実があるわけですね。 じゃあ具体的にこんな代行者は NG 例7000ということで一つ一つ見ていきたいと思うんですけれどもまず NG 例1番ですねこれヒアリングが不適切と例えば LTV を上げたいんですっていうふうにねライフタイムバリューお客様の障害価値っていうのを上げていきたいんですっていうのをじゃあ その会社の担当者から言われたときに、あ分かりました、LTV 上げたいんですね。で、終わってては、これあの、その会社の課題っていうのが見えてきません。例えば、LTV を上げるにしても、客単価を上げたいのか、リピート率を上げたいのか、来店頻度を上げたいのか、これ、全部 LTV を上げる一つの細分化の事例ですよね。なので LTV LTV を上げたたいって言われたらじゃあ L を上げたいっていう,ふうにおっしゃるんですが具体的に言うとどういうことになりますかというふうにちゃんと深掘りヒアリングができるまあこれは1つ LTV の事例でお話ししましたけれども深いヒアリングができるかどうかというのがまずものすごく大事になってきます逆に不適切なこう NG 事例の方というのはヒアリングがなかなかできずにその会社のボトルネックとか課題というのがなかなか見えてこないよに適切な L ステップが作れないということが往々にしてあるんですね じゃあ NG 例2番これヒアリングができないとこう一体もう表裏一体なんですけれども提案力がないっていうねこれが NG 事例になりますやっぱり皆様は L ステップのこうプロならではの提案が欲しいっていう会社さんもやっぱり多いんですよね例えばじゃあ美容室の事例でお話をしましょうと例えば 美容室でこんな L ステップを作ったらいいですよっていうのは皆さんの頭の中にもあると思うんですけれども例えばシンプルにリピート率を上げるために配信しましょうみたいなねこういうちょっと浅い提案で終わってる人がすごく多いです。 例えば、じゃあ、美容室の事例であれば、どんな提案ができるのかなというと、もちろんこれもヒアリングありきではありますけれども、じゃあ、来店してくれた方に確実に友達になってもらうために、そもそも LINE に登録してもらって、そこでカルテを書いてもらうとかね、あとは来店,数来店回数を1回、2回、3回ってカウントできるシステムが、実は L ステップでもできるんですけれども、それをすることによって、このお客さんは何回、 来店してくれて、どういう属性のお客さんがたくさん来店してくれる可能性があるのかみたいなところを分析するとかね。あとは診断コンテンツ。ただただ診断コンテンツを作るんじゃなくて、ちゃんと LTV が上がるような診断コンテンツを提案するとか。あと会員証ですよね。普通にこうリッチメニューも人によってこうシルバー会員とかゴールド会員とかって、実はリッチメニューのところで色が変えられたりするので、まあ、そういった提案をするとかね。あとは例えば、 毎日 L ステップにログインをしてもらうためにラン、ランダムでポイントがもらえるようにして、じゃあ例えば1日1回そのポイントくじみたいなのが引けるようにして、じゃあ今日は1ポイントでした、今日は5ポイントでしたっていうのを実際にちょっとゲーム感覚でやってもらえるようにすると、で例えば1ポイント、まああのまあ、5ポイントとかその場で貯まるんですけれども、100ポイント貯まったら、じゃあ このね、お店で売っているこのトリートメントのお試しとかにまあ引き換えができるよとで。トリートメントを100ポイントで引き換えてもらって試してもらって、あ、これすごいいいわと思ったら次回そのトリートメントをまあ本ちゃんの価格で、ね、あの実際にやってもらうとか、まあ、いろんなこう提案がやっぱりできるわけですよ。なので実際にこのただ美容室だったらリピートしてもらうために配信をしましょうという短絡的な提案ではなくていろんな 方面からヒアリングをしてじゃあこの美容室にはこういう提案ができるよねっていう L ステップのプロならではのやっぱり提案ができる方じゃないと NG かなという風に思いますよねじゃあ次 NG で3番ビジネスモデルの理解力がないとこれは 相手のね、L ステップを作っていただける方が、自分のビジネスをしっかり理解できる、まあ、そのビジネス戦闘力、素地みたいなのがあるかどうかっていうのが、ものすごく重要になります。まあ、例えば、不動産の L ステップ、不動産の中介の会社の L ステップをじゃあ作るとして、不動産のこうビジネスモデルというか、キャッシュポイント、売り手と変えてから、それぞれ手数料3%プラス6万円をもらうよみたいな、そういうまあ基本的な知識がない人っていうのも、やっぱり大多数いらっしゃいます。 まあね、あのよくも悪くもフリーランスの方が L ステップを作る方って多いですのでそういった知識があるかないかでは全然やっぱりこう。 L ステップのの作り込みっていうのも違ってても違くるわけですねなので、まあ、そもそも自分のビジネスを理解していただける方なのかっていうのを見極める必要がありますし、もっと言うと、じゃあ IPO を支援する会社の L ステップを作ってほしいと言われたときに IPO ってそもそも何ですかみたいなところから話が始まってしまうと、やっぱりその L ステップを作る以前の問題だと思うんですよね。なので、そういったところのビジネス戦闘力があるかどうかっていうのも非常にポイントになるのかなと思います。 そして NG で4番、冠水力がないと。これは何が何でも当初立てた目標を完水できるかっていうね、その人のなんかなんか踏ん張り度みたいなのがものすごく大事になってくるかなと思うんですけれども、例えば我々も L ステップをまあ作るとともにですね、友達登録をじゃあ月間で1000名ぐらい安定させるように。 え持ってきましょうとかね、そういう風に最初を決めることもあります。じそうすると、まあ、例えばこう責任感のない完遂できない L ステップ構築者の場合は、一応まあ1000名って目標ただだけど全然到達しそうにないから、まあ、それはクライアントの責任だし、まあ、集まらなかったらそれはそれでいいんじゃないかって思う人もやっぱり中にはいるんですよね。でも例えば頑張れる人、完遂力ある人っていうのは、もう何が何でも最初にねクライアント様と一緒に立てた目標ですから、それをえ私たちでもサポートできるように完遂するっていうところで、じゃあ 目標にビハインドしそうだったら、もうまず自分の知人に声をかけ、声かけしてでも集めるとか、例えば私だったら、今自分のマーケリンクの L ステップのアカウントにもう1万人ぐらい登録者がいるので、そこの中でじゃあちょっと紹介してみようかとか、何がなんでもやっぱりその完遂をするっていうところがあるかどうかっていうのもものすごくポイントになってきますよね。 はいでは後半戦いきましょう NG 例5番ということでこれは基本的なビジネスマナーを知らない人は NG だとこれですね依頼者に労力がかかってしまう恐れがあるとまあめちゃくちゃ例えばなんですけれどもじゃあ例えば依頼者と構築を依頼していただける方と L ステップ構築者で Zoom のミーティングをしましょうと最初にじゃあ商談をしましょうってなった時 Zoom ミーティングをやりますよね URL をどち,らがどちらから送るかこれは当然 仕事を発注してもらっている人から送るっていうのは労力がかかってしまう恐れがあるので当然こう仕事をいただく側から Zoom の URL を送るとかねアジェンダを提示するとか大体このぐらいの長時間ですよとかで議事録私たちの方で書きますよとかってねそういうふうに言うのが普通だとは思うんですけれどもこういったところの基本的なやっぱりそのビジネスマナーというかクライアントワークを知らないやっぱり L ステップ構築者っていうのもすごく多いのでここは例えば普通にこう ね。会社の担当者がやってくれるもんだろうと思っていても、意外とこういうのを url を送ってこないとかね。アジェンダを全然提示しないかしないっていうところが普通にあるので、この辺はちゃんとこういうところ大丈夫なのかな？っていう風に見ていただき聞いていただけたりするとまあいいかなと思います。まもちろんうちの会社でやっている担当者の方はこういうところもめちゃくちゃ気をつけるように言ってます。けれど、もそういうところがまポイントになってくるかなという風に思います。 最後のこのケツ切りができるかどうかっていうのは、例えばじゃあそのミーティングで決まったこと、誰がいつまでに、何月何日までにこのトゥードゥーをやるみたいな、そういう一覧を作ってね、例えばみんなが進行しやすいように取りまとめをするとか、そういうなんか細かい気遣いができる人っていうのも、意外とこういう L ステップ構築者っていなかったりするので、そういったところも気をつけて見てもらうといいかなと思いますね。 じゃあ、あと2つ NG 例、NG 事例、6番ということで、これもマーケティング力がないと。構築ができることと、売れる構築ができることっていうのは違いますね。例えば、先ほど申したように、ステップ配信で、じゃあ、訴求をしていくときにも、テキストなのか、動画なのか、どっちがいいのか。じゃあ、動画でやるにしても、何日間で訴求していくのか。えー、このテキストで 5日間、訴求した場合の CVR はどれぐらいの予想になるのか、まあ、そういったところもただただ構築しているとやっぱりこういうのを全く考えずにクライアントの言うままに作ってしまう方っていうのも多いですね。 要はこれ、すごい全然逆でです。逆で、当然企業には売り上げこ、これだけ上げたいっていうかね、課題を改善したいっていう目標があるので、そこから逆算して、CVR これぐらいだよね、じゃあ CVR これぐらい達成するためには、これぐらいの動画で何日間の訴求が必要だよね、やっぱり逆算して考えられることが必要だと思うんですよね。なので、ここの部分がちゃんとできる担当者なのか、構築者なのかっていうのを確認する必要があるかなと思います。 そして最後 NG 例7番ですけども、これ人間力がないと。もうズバリこの人に頼もうと思えるような人じゃなかったら NG ってことですね。例えば私もつずみになぜこのね、L ステップ構築を頼む。 かってていいうその意味をなるべく出しています、まあ、例えばすごい地味なんですけれども EC サイトの L ステップを担当させていただくっていうこと作らせていただくっていうことになったらその少なくとも EC サイトの、まあ、いろんな商品を見てあこれ実際にちょっと買ってみようかなと思ってお客様として購入をさせていただくとか、まあ、例えばですね私も、えーまあ、この動画とかでもよくお話ししてるんですけれども鹿児島県の徳之島に スーパーマーケットをされているお客様とかね、いるんですよね。じゃあ、そのお客様として、最初、その店舗に行った方が、やっぱり話が早いだろうと、分かるだろうということで、わざわざという言い方をしたら失礼ですけれども、すごくお金をかけて徳之島まで行って、現地視察をして、それで、その上で L ステップをまあ作ったみたいなね。これって、みんながみんなできることじゃないと思うんですよね。時間もかかるし、お金もかかるし。でも、そこには、やっぱり、あ、包みに頼んでよかったなと思ってもらえるその意味っていうのがあると思います。あとは、まあ、 えこういったところもそうなんですけれども、じゃあ、うちのアカウントに1万人の友達がいるから、堤のアカウントで拡散することもできて、そうしたら友達追加もされると思いますよとかね、友達追加にお困りのところがあったら、そういう提案をすることもあるし、もっともっと言うと、L ステップの業務以外でも、こういう人いませんか、堤さんって言われたら、例えば私の持っている人脈の中から、相手にとって嬉しい人を紹介してあげるとか、堤に頼んで、L ステップ以外のことでも良かったなって思ってもらえるっていうことが、私は大事だと思ってるんですね。 なので、まあ、正直。 例えばい、いくらいいその L ステップの設計ができたとしても、この人なんかちょっと自分と気が合わないなとか、この人に頼む意味があるのかな、人間力があるのかなって思ってしまったら、実際にもうそのできた設計書を元に、他の L ステップ構築者に、この設計書でできる B さんみたいな感じで言ってしまうことっていうのも全然あるわけなんですよね。なので、この人間力を自分自身で出していって、自分に頼んでもらう意味を意味づけするっていうところは、ものすごく大事になってくるのかなっていうのが私 の結論になりますはいといととうことで最後まとめなんですけれどもまとめ今7つ言ったすべての事例をですね満たしている代行者はこれはもう軽由な存在だと思いますが一方でこうした部分は要チェックだよというところでお伝えをしましたでというのもやっぱりこういう Web 業界で Web 制作とか L ステップを制作する案件というのは結構燃えやすいつまりクライアント様とトラブルになるということは起きやすいんですね 本当に追加でこんな費用かかるなんて教えてくれなかったじゃんとか納金が遅れ遅れになってるとかこちらの伝えたい意図が全然うまく反映されなくて頼んで後悔したとかそういうふうに思ってしまう方っていうのもやっぱり少なからずいます。 だからこそ、やっぱり適切な業者、適切な公式者に頼む,頼むっていうことがものすごく私は、まあ、あの大事だなというふうに思っていて、これですね、参入障壁がやっぱり L ステップ構築っていうのも低いんですね。フリーランス一人でやっぱり始められるっていう業界だからこそ、逆に依頼される皆様は要チェックされた方がいいと思いますし、これからフリーランスとか事業、会社の事業として頑張っていかれる方は、今言った7つの事例ポイントっていうのが、私としては大事になってくるのかなと思っていて、なので、まあ、うちの会社でも、 こういったところは日々、社員教育徹底してますし、適切な人材を逆にアサインできる自負があるからこそ、こういったところを YouTube で発信しているというのもあるんですけれども、よかったらですね、今言ったような、ちょっとこう、NG の方に当たりたくないなと思った場合はですね、マーケティングの場合は適切な人材を自信を持ってアサインをできますので、よかったらこのお問い合わせですね、QR コードからちょっとメッセージをいただいたりすればですね、適切な人材をアサインできますので、よかったらお問い合わせいただいてもものすごく嬉しく思います。 はいということで今回はですね、えー、こんな L ステップ構築代行者は NG アウトということでお届けをしてきましたがいかが,でしたでいかがでしたでしょうか、えー、すごい最後ちょっと噛んでしまったんですけれどもこの動画では LINE 公式アカウント L ステップの、えー、まあ 有益な情報をこれからもどん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 無料で配信していきたいと思っておりますのでこの動画がちょっとでも良かったなと参考になったなという方は YouTube のチャンネル登録とそれからグッドボタンそしてコメントなんかもまたどしどしお待ちしておりますのでぜひ今後ともご視聴いただければすごく嬉しく思いますそれではまた次回は別の動画でお会いできることを楽しみにしておりますありがとうございましたバイバーイ